ソン、そしてドゥドゥがまたボールを要求する。ウィルソンのところへ、中央には2人の選手、いや素晴らしい突破、ウィルソンがかわす、ヘッド、まだありますよ、逆サイド、阿部左足、いや決まった、同点に追いついた阿部のゴール、見事に決めました。後半の28分、阿部の左足、今シーズン初ゴール、1対1、甲府同点に追いつきました。左足振り抜きましたね、はい、ここでウィルソンがポイント作って自分で強引に仕掛けて、はい、ここ合わなかったんですけど赤い取ってましたもんね、はい、阿部選手が。そして得意の左足でも迷いがなく思い切って、はい、ニアぶち抜きましたかね、途中出場の